皆さんこんにちは、幾何学の今西です。本日はグローバル変数とローカル変数という2つの用語についてお伝えしていきます。前回お伝えした関数に関連する内容となっております。グローバル変数ということで、どこからでもアクセス、どこからでも参照できるような変数のことを簡単に言うとグローバル変数といい、ある特定の部分、ある特定の地域のみでしか参照アクセスできない変数をローカル変数と言います。このどこからアクセスできるかといういわゆるこの範囲、これらを表す言葉としてグローバル、ローカルという名前がついています。非常に重要な用語となっておりますので、今から実際にコードをかけながらお伝えしていければと思います。それでは今からグローバル変数とローカル変数について見ていきたいと思います。基本的に関数を扱う際に出てくる用語でして、まずは関数を定義していきましょう。 def say something としましょう。何か発するような関数を作成します。皆さん関数の作成方法を覚えていますでしょうか。 def の後ろに関数名括弧コロンでしたね。でこちらで中にメッセージイコールシングルコーテーションで、こんにちは、私は今西ですという文字列を定義しておきましょう。そしたらこのメッセージ文字列を出力するような関数を作成します。はい、よろしいでしょうか。でそしたら関数というのは定義しただけでは何も意味なくて、呼び出してあげるのが重要でしたね。なので say something、 これを呼び出してみましょう。はい、こんにちは、私今西ですというふうに実行されると、このメッセージをプリント出力してるわけですね。まあ、ここまでは特に問題ないかと思います。ではここで関数の中でメッセージという変数を定義したので、これをここで呼び出してみましょう。プリントメッセージとしてみてください。ここで実行しましょう。はい、そうするとエラーが起きます。ネームエラーで name message is not defined。メッセージという変数が定義されていませんよというふうにエラーが起きてしまいます。はい、これがローカル変数とグローバル変数というものとなっておりまして、どういうことかというと、関数の中で定義したこの変数のことをローカル変数と言います。ローカル変数、何が言いたいかというと、この関数の中でしか使えない変数ですよ、その区域、その領域、地域でしか使えない変数ですよということで、ローカルっていう名前がついてるんですね。なので関数の外側であるこの部分でプリント文でメッセージを呼び出そうとしても、もちろんこの中でしか機能していないので呼び出せませんよということでエラーが起きてるわけです。ではですね、グローバル変数は何なのかというと、今からお伝えしていきます。メッセージ1イコールシングルコーテーション、こんばんは、私は今西です。という文字列をまず定義してください。そしたらですね、先ほどと同様に関数として、def say something 1というのを作りましょう。先ほどとは違う関数ということで1とします。そしたらですね、ここにプリント文書きます。で、上で定義したこのメッセージ1という変数を出力してみましょう。まず、定義します。はい。では実行するタイミングでどうなるか見てみましょう。say something 1括弧としましょう。この関数の外で定義したメッセージ1というのは、この中、関数の中で呼び出すことができるのかということで見てみたいと思います。はい、エラーは起こらず、しっかりとメッセージ1の内容である、こんばんは、私は今西ですというのが出力されました。これがグローバル変数です。つまり今まで皆さんが習っていた変数というのはグローバル変数というもので、どこでも基本的に使えるものなんですね。
それに対して関数の中で定義しているものは関数内でしか使えないローカルな変数なわけですね。このグローバルとローカルの違い、しっかり押さえていくことで今後ですね、エラーとかにも対処していけるようになるので、しっかりグローバル、ローカル、違いを押さえておいてください。今日はここまでです。お疲れ様でした。